現場のコーチにお伝えさせてもらったり、保護者にはっきり言います、うん、要は栄養摂取をしないで、うん、トレーニングするのはやめてください、うん、で選手には栄養を取らない練習はしないでください。それをやめてください。こんにちは、森田刈です、本日はですね、栄養についてですね、対談動画を撮らせていただきたいと思います。で、なぜこう栄養っていうのを考えたかというと、やっぱりこう早くなっていくため、そしてはもしくは、ね、疲れを取っていく時っていうのは、例えばいくら練習をしてもね、やっぱりこう体がしっかりしてないと頑張りたい時に頑張れないし、疲れを取りたい時に疲れを取れないっていう状況があったら、例えば試合に出る方は、最高のパフォーマンスを出せずに、もしかしたら怪我をする恐れもあるっていう部分で、やっぱりね、一生懸命練習頑張ったのにね、一番大事なところでパフォーマンスを出せないというのは、やっぱりね、日頃の練習をしっかりやってるからこそもったいない部分があるなと思いまして、今回ですね、大場さんをお呼びしまして、対談動画を撮らせていただくことになりました。で、大場さんはですね、僕と前ですね、もう何年か前、もう7年8年ぐらいですね、同じ会社にいまして、まあ、それでそこからですね、まあ、いろんなその水泳のこととか、トレーニングのこととか、あと栄養のことっていうのを、いろんな形で、話しながら、そしていろんなシェアをしながらってやってましたけど、今はですね、もう僕が離れてから、もう今現場でですね、栄養のことだったりとか、もう本当ね、メンタル的なこととかも全てこう学ばれてるというところで、今回ですね、栄養について、ちょっとアドバイスをもらいたいということで、今回対談という形にさせてもらいます。で、大場さん、皆さんもね、初めてだと思いますので、ぜひちょっとご紹介の方よろしくお願いします。はい、こんにちは。大場正弘と申します。今回皆さんにできる限り分かりやすく伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では今日はですね、栄養の大切さについて、いろいろと教えていただきたいんですけども、今栄養っていうのは、まあ、僕らの時はどちらかというと、なんかまあ五大栄養素、まあ、その特にタンパク質とかビタミンをしっかり取りなさいっていうこと、特に食事をしっかり食べましょうっていうことがメインだったと思うんですけども、今何かその子供たちもそうですし、大人もそうなんですけど、特に子供たちは昔に比べて栄養取る栄養の割合が低いとか、あとは、骨密度が低いとかっていう形で、体が若いのに何かもう体がボロに来てるっていうことが結構言われてることがあって、大場さんはやっぱり現場の子どもたちとかに指導したりとかしてると思うんですけども、その中ですごく感じる部分っていうのはありますか？そうですね、今実際に全国で、栄養の勉強会ということで、うん、子どもたちと、あと親向けに、うん、なるべく分かりやすい勉強会をしていますと、うん、でその中でお伝えさせてもらっているのは、うん、体はトレーニングでできているんじゃないんですよっていうんですね。なるほど、はい、要は体は食べてるものでできていますと、その遺伝的要素とか、うん、そういうその消化とか、そういうのを抜きにすれば、うん、普段食べてるもので形成されるんですね、うん、はい、都会の人たちってどうしてもそのファストフードであったりとか、うん、まあ、そういう栄養素が足りないもの、うん、高カロリーでそういったものに走りがちになると、うんうん、あともしくはその今現代社会の大きな問題として、うんうん、親はダイエットとかしたい、あ、なるほど、子供はダイエットをする必要ないですね。そうですね、はいはい、そうするとやっぱりその栄養、親が取るその栄養素と子供が取る栄養が違うっていうことにも、うん、お話しすると気づいてもらえるんですけど、そういうところに差を感じています。ああ、なるほど。要は結局食卓に並ぶ、料理がもしかしたら親御さんメインになってしまうと量が少ないってことになると思います。そうです。あ、でもしくはその親の量と同じにしてみたりとか、はいはい、その昔はその必要なものを取ってたと思うんですけど、うん、今飽食の時代なので、うんうんうん、全員とは言いませんけども、はい、まあ、スイミングを習うとか、うんうん、通うっていう人は、まあ、比較的ね、うん、その食事が困るということは、食べれないということはないと思うんですよ、はい、そうですね。多分大人の方はダイエットに励んで、うん、必要な栄養素が足りなかったりとか、うんうんうん、子どもの場合は必要な栄養を必要な時に取れずに、うん、成長期でその体の形成がない、うん、よく子どもが骨折するとかってありますよね、はいはい、
あれはもうまさしく栄養が足りないから、うん、運動が足りないからじゃない。なるほど。後ほど後でお伝えしていこうと思います。うんうん、なるほど。まあ、今回その栄養の大切さというところで、まあ、今回対談をさせていただくのは、まあ、子どもたち、やっぱりこう2020年東京オリンピックもありますし、まあ、その先もあるので、やっぱりこう特に、ね、親御さんも含めて、まあ、栄養のことを学んでほしいなというところで、まあ、今回対談という形にさせてもらったんですけども、そのやっぱり今現場で例えば、ハードワークをしている子どもたちだったりとか、まあそうですね、まあ、上を目指している選手たくさんいると思うんですけど、昔と、まあ、もちろん記録的なものを見るともちろん今の子たちの方が早いんですけど、そういう体の丈夫さ、例えば、はい、昔の方がタフだったな、今の子たちすぐなんか風邪ひくなったな、なんかこう感じる部分っていうのがもしかしてあるんじゃないかと思うんですけど、今とこう昔で考えていくと体のこうつき方とか栄養に対する部分というのは、現場で見てるとどう違いますか？それは僕が調べたあの統計的なものですけど、その1980年代とか90年代、まだその、うん、まだですよ、その栄養が取りやすかった、うん、取れる海から取ったもの、山に含まれる土から、うん、そのミネラルとかが取れてたんですね、うんうん、でもどん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 その海の幸、その山の幸から、うん、そういうミネラル分が少なかったりとか、うんうんうん、まあ、そういったもので、その普通に今まで取れてた栄養素が普通の食事でも取りにくくなってしまう、うん、あ、なるほど。そういう現象も少し起きているのかなと。あ、じゃあ取ってるものはやっぱりこう同じかもしれないんだけど、中に栄養素が、はい、あ、なるほど、大きな違いがあるな、それは感じています。なるほど。やっぱりこう食事の取り方とかもやっぱ今と昔だと結構変わってきたりするんですか？変わってますよね。多分忙しいとね、ちょっとしたコンビニでおにぎりを1個とか、お弁当に最近だとね、そういうパンを持って、うん、パンを持ってとか、そうするとカロリーは取れますけど、はい、栄養という形で見ると、あまりよろしくない状況が多いかなと。やっぱりこう、まあ、一般の人たち、特にスポーツをしてない人たちと、してる人たち考えて、今この動画を見てくれてる人たちはやっぱりトレーニングをする、まあアスリートとして、見ていただいてると思うんで、そのアスリートの人たちがやっぱり大事になってくる、まあ、ことを考えてる時に、栄養っていうのはそのおばさん考えるのはどれだけこう栄養に対してやっぱ意識をしていった方がいいかってあります。ただ一般の人だったら別にコンビニでもいいよとか、まあ、いろいろなってくると思うんですけど、やっぱりこういう基礎ベースっていうのはやっぱりそのアスリートとしてここだけはやっぱ外さない方がいいよっていうのはありますかね？私今現場で実際に選手はもう受け持っていないんですけども、はいはい、現場 のコーチにお伝えさせてもらったり保護者にはっきり言います、うん、要は栄養を摂取をしないで、うん、トレーニングするのはやめてくださいと、うん、で選手には栄養を取らないから練習はしないでくださいと、それぐらいまで極端に言ってます。要するにその体を作るのは栄養です、はい、で体を壊すのはトレーニングなんですね。なるほどなるほどなるほど。なのでトレーニングは栄養の側面だけで見たら、うん、筋肉の破壊行為でしかなくてですね、筋肉を強くすると思っている方非常に多いんですけども、はいはい、栄養でしか作られないんですね。なるほど。それが体に入っていない、で体が壊トレーニングで体を壊した後に、うん、その作らなきゃいけない栄養も取らない、うんうんうん、これではトレーニングの意味がないです。なるほど。じゃあその中で一番大事な栄養素っていうのは何がやっぱおばさんの中で重要だと思いますか？先ほど森さんが言ったように、うん、その5大栄養素はすごく大事です、うん、で保護者の方の勉強会で10問の質問をするんですけれども、はいはいはい、まあ、一番初めに3大栄養素と、これは大体答えられます、ね、はい、当然炭水化物、ご飯とか、はい、主食と言われてるんですけども大事です、はいはい、エネルギーです、はい、で脂肪、皆さんちょっと嫌いですけども、うん、脂肪、はい、これもホルモンとかを作ったりね、自律神経を作ったりするので大切なエネルギーなんです、うんうん、皆さんちょっと嫌いますよ、そうそう、ね、でもう一つはタンパク質と言われる、うん、プロテイン、はい、タンパク質なんですね、はい、この3つは確実です、うん、ただそれを補うのがビタミンとミネラルで、この3つをそのうまく体の中で機能させるのがビタミンとミネラルです、うん、よく足がつる、はいはいはい、足怒られましたよね釣りますね、トレーニングで釣ってるんじゃないんですね、うん、あれは体の中のミネラルのバランスが崩れるから釣るんです。僕よく釣ってたんですよね。そうね、ミネラル不足です。あ、ちょっと
気づくのが難しいです。それマグネシウムやカリウムが足りないとか、そういう現象で起きてたんです。っていうことは、ね、どのその生活と食事を管理してる、うんうん、その時の、あの宿舎なのか、うん、あのお父さんお母さんなのかわからないんですけども、うんうん、そういう指導まで今はしています。やっぱりその中でやっぱいろんなこう栄養素がある中で、まあ、今先ほど三大栄養素っていう話があったと思うんですけど、その中でやっぱ大場さんが一番こう重要だなって思う炭水化物、脂質でそのタンパク質、どれがやっぱ一番大事だと思いますか？はい、これは最も大切なものというのは、はいはい、ギリシャ語でですね、はい、プロテインっていうんですよ。プロテクトから来てるんですよ。ですからそのプロテインっていうそのイメージは、はいはい、そのどっちかというと日本だと、ね、はい、属的に、ね、筋肉がつくんじゃないかとか、はいはい、マッチョとか、はい、もしかしたら薬なんじゃないかとかなってますけど、はいはい、プロテインはタンパク質と同じ同義語で、はい、その意味は、はい、そのギリシャ語の最も大切なものっていうから来てます。はだからもう言わなくても言葉になってます。なるほど、はい。じゃあそのやっぱ栄養って考えた時にこのタンパク質っていうのですね、なんかこのタンパク質はなんかこうやっぱりかなり僕も現役時代からすごく重要だって言われてましたので、言ってましたよね、はい、ですのでやっぱこのタンパク質のところは結構大事になってくると思いますので、はい、また明日ですね、はい、詳しくお伝えしていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。では今日はですね、栄養の大切さについて、皆様に学んでいただきました。でやっぱりこうね、知ってることもあると思うんですよ。でも知ってることがあると思うんですけど、でもやっぱり今先ほど大場さん言ったように、やっぱりこの親御さんが考える部分と子供が必要な部分っていうのはやっぱり違ってて、でもやっぱ食卓に並ぶってなると同じになってしまうってなると、やっぱり選手ね、それこそ僕もこうレッスンをしてて、子供がね結果出ないんだとか、最近頑張らないんだっていう方もいるんですけど、でもそこにはもしかしたら栄養っていうのもね、足りなくて頑張りたいけど頑張れないっていうことももしかしたらあるかもしれません。ですので、この今回ですね、5話5日間に、わたってですね、栄養についてアドバイスをさせていただきますので、その中で、やっぱりこういう子供にはこういう栄養の取り方をしてあげなきゃいけない、こういうふうに考えていかなきゃいけないということをぜひ学んでいただけたらと思います。そして明日ですね、今タンパク質という言葉、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、でも本来のね、じゃあタンパク質は何かっていうところも含めてね、おばさんの方に、聞きたいと思いますので、ぜひ明日も楽しみにしてください。おばさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。